皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。えー、今回はですね、えー、っとまあ、自転車のいわゆるシーズンに向けまして、う、え、ち、ー、の方でね、えー、ちょっとご案内できることに関して、まあ、ね簡単ですけど述べてみたいと思います。<laughs> ここ最近ですね、ブログなんか読んでいただいている方はわかると思うんですけど、あの車輪のね、こういう小さい折りたたみの自転車っていうのはね、その走行性のうんぬんということだけで考えれば、それはもちろんロードとかには及ばないんですけども、その代わりにできることがたくさんあるんだよと。 でそういうことを追求しやすい車両なんだっていうふうに世の中が認識が少しずつ変わってきてるのではないかいなということを述べておりますで。その一つの原動力になっているんだろうなという装備に関してちょっと今回ご紹介します。えー、その心は、えー、陸戦カウルですね。の、えー、のわるアタッチメントシリーズですでもうねあのー 長らくね、あの、折りた,たみの自転車とかに、あの、馴染みの深い方はもうすでにご存知だと思いますけど、これですね、これがあの、陸戦カードのキャディっていうね、えー、アタッチメントで、こちらはあの、ターンですね、このラゲッジトラスという、えー、ものですね。 あの、リクセンカウルというね、あの、ドイツのメーカーですけどね、あの、自転車のに対しての、こう、カバンとか、荷台とかをワンタッチで付けたり外したり、えー、できるようにしますよというようなものを、もう、かれこれ僕の資料範囲で20年以上経ってますから、えー、ずっと前からね、追求している、えー、メーカーさんです。そこの部品が色々使えるようになってますよということです。 その双方にね、カバンをこうつけてみてますけども、えー、こちらの方はいわゆるフロントバッグですね。もうこれだいぶん長く使い込んできましたけど、それと、えー、こちらキャリアとかね、えー、もちろんこっちのカバンをつけてもいいですし、キャリアをつけてね、何かその自分の好きなものを乗っけたりとか、自分の好きなカバンを乗せるということもできますし、えー、陸戦カウルの方からね、あカゴとか、メッシュのカゴとか、ト0カゴとか、えー、デイパックにもなるような、 え、フロントバックとか、ま、いろいろ出てますので、そういうものをね、あと、犬を乗せられるキャリアなんつうのもね、確か出てますんで、そういうものをね、組み合わせて、自分がね、えー、こういうふうな使い方をしたいというふうになった時の使い勝手の幅がぐんぐん広がっていきますよということです。で、今回ですね、そういうことをお話ししたい、えー、最も大きな理由の一つが、えー、小型の折りたたみ車っていうのは車輪がね、まあ、小さいです。 ということは、車輪の上に荷物をドスッと乗せますよというようなあの位置に、こういうね、カゴとかね、カバンとかをつけても重心が低くなってますので、走行安定性が実は非常に高いということと、あの、物を積む時のね、その空間というのは結構広めに取れますから、あの、そんな重量物は無理でしょうけど、ここに大きなもの、 とかを、まあね、あとはその乗り手の工夫とか、ねまあ自分の責任の範囲でやってくださいと話になるんですけども、そういうこともいろいろやりやすいですよというお話です。例えばね、このフロントバッグなんかにも顕著なんですけどね、えー、フロントバッグ一般的にはですね、700C とかあの辺の車輪車両につけましょうってなったときは、ここにね、金具を持ってきて、そのフロントバッグがこう上にこうゴンとくるような形になります。 で、そうなるとわかるんですけど、スタンドを立てて、こう立てたときに、重心が上に来るとね、ハンドルがこうクイーンとこう、首振っちゃって、あの、スタンドでまともに立たないとかっていうことが、往々にしてあるもんです。でも、こういう風なスタンドで、ちゃんと立ってるってことは、いかに重心が低く抑えられているかということになってきます。ということは、あの、長時間乗ったりとかね、したときにも、あの、負担がやっぱ少ないと言えるでしょうし、えー、本当ほんとはこれもね、ずっと、ね、 でそれなりの時間乗ってみると、ああ、なるほどなというふうに分かってくるところじゃないかと思います。で今お話ししたように、えー、これはね、その車輪が小さくなると。 で走行性能とか高速巡航性能が、えー、一般的な車輪のでかいものよりも落ちますよということなんですけども、その代わりに、えー、こういうようなあの、いわゆるメリットと言われているものが、えー、得ることが可能ですということです。で走行性能うんぬんというのは、まあ、それはレースやるんだったらね、もちろん <laughs> ダメですけど、えー、皆さんがね、全員が全員レースやるわけではないし、 え、ご本人が楽しく走れればいいじゃん、ということで良ければ全く問題ないし、そこのね、あの車両のね、不足と言われてるところを人間の力で補いましょうみたいな気合で乗れ始めると、こんな楽しいことはないんですよね。で、そういうようなね、使い勝手を許容してくれる。 実は、あの、頭を使って乗るとすごい楽しい自転車なんだよということが、えー、伝えられると嬉しいなぁと思います。えー、一応ね、これ、試乗車としてあ,あ出てる車両ですので、えー、こういうのを現物ご覧いただきたいという場合は、えー、ご覧いただくことが可能です。で、あの、最近ですね、ここの、 アタッチメントに関して言うと、それなりに根の張るものが多かったので、えー、ちょっと導入にあの二の足踏む方が多かったんですけど、あのー、最近このクリックフィックスの方からね、えー、フロントのヘッドチューブアダプターというのが、あのー、安いのが出てきましたので、えー、なかなかね、いい感じのお値段で、こういうね、なかなか便利なものが導入しやすいというような時代にもなってきてますので、やっぱこういうジャンルはね、それなりに注目を浴びているんだなというふうに思います。